火事と喧嘩は江戸の花。というわけでございまして、私佐々木小一郎でございます。本職は何かと問われますと、人によって変わるんですよね。まあ演芸関係が好きな方には浪曲師ですって答えるんですけれども、あのアート関係が好きな方には、主にクリエイターの方には絵描きです、画家ですっていうふうに答えるんでございますけれども、この画家でございますけども、私になったのが38歳の時でございましてね、今からだから12年前ですか、一回り回りましたね。まあそれで毎日描いてるかっていうとそうでもないんですよ。初めの1年半で非常に描きましてね、でそれからまあ5年ぐらいぼつぼつと描いていて、まあ描き始めると中毒になっちゃいましてね、もう1日3枚も4枚も描いちゃうんでございますけれども、ちょっと気が冷めるとまた1年でも2年でも平気で描かない時があるんですがね、まあ初めて描いた時っていうのがまあ子供の頃でございますけれども、私の祖父が絵描きでございましてね、二機械っていうところにいた菅沼金也というんでございますけれどもね、まあそういうなんかこう刷り込みが昔からございましてね、子供の頃から絵を描くのは得意でしたね。でまあいつかは絵描きになるんだろうななんていうふうにこう淡々と思っていたんでございますけれども、高校に入った時でございますな、まあ、S 君というのがいましてね、友達で、S 君が学校の教室の窓際にセックスピストルズのなんかメンバーの顔を描いたイラストがありましてね、それが見事だったんですよね。こんなやつがいたんじゃこれはかなわないなと思いまして、それで私絵描きになる夢を絶ったんでございますが、一度はね、それからまあ何十年か経ちまして、まあ私がまあちょっと検挙されることになりましてね、しばらく留置所に入ってたんでございますけれども、で執行猶予付きの判決をいただきまして、まあおとなしくしていなくちゃいけない、また表に出るとね悪さをやっちゃいけないってんでね、うちにいてなんか仕事できないかなと思いまして、そんな時にまあなんとなく魔が差したように絵を描き始めましてね、知り合いの絵描きさんというのが結構いまして、まあたまたまですけれども、まあそれ因果鉄道なのかもしれませんけどもね、その方から絵の具の1セットもらいましてね、一式を、でそれでアクリル絵の具だったんですけれども、それでイーゼルもありませんし、キャンバスもございませんし、筆もありませんのでね、まあ、とりあえず筆は買ってきましてね、でまあまだカンバスに描くほどの度胸はなかったんで、年賀状じゃないやカレンダーの裏側、これひっくり返しましてね、裏側にこうちまちまと絵を描き始めたんでございますよ。当然デッサンなんていうのはもうやってませんのでね、もういい加減なんでございますけれども、で絵描き始めましてね、これをヤフーオークションで売り出すんですよね。まあシャレですわな、一種のシャレ、シャレで、まあ、1000円ぐらいの値付けして売ったんでございますが、これがまた飛ぶように売れましてね、自分でもよくわからないんですよ。自分で見ても下手くそだなと思うような絵が売れるんですよ。でも、もうめちゃくちゃになっちゃって、もうアクリル絵の具ですから、油絵の具と違って重ね塗りっていうのはできないんですけどもね。アクリル絵の具でも、もうめちゃくちゃにわかんなくなっちゃって、もう重ね塗りをするわけですよ。そうするともうガビガビになっちゃいましてね。それでも、なぜか売れるんですよね。で、本当にこれはシャレで、フェラチオっていう題でね、フェラチオしてるモザイク入れてね、描いたところ、これもまた売れるんでございますな。なんでだろうなんてよくわかんないですけどね。で、こんだけ売れるんだったら絵描きになってもいいんじゃないかと思いまして、一念発起いたしましたのが38の時でございまして、私は画家になるって言って、絵を真剣に描き始めましてね、イーゼルも買ってきて、まあ、油絵の具も一式揃えましてね、であとペインティングナイフ、あれで、まあ、主に描き始めるんでございますけれども、なぜか、最初は女性を、まあ、服を着た女性を描くんでございます。ごめんなさいね、
服を着た女性を描いてたんでございますが、だんだんラフ画にこう熱を向けましてね、でラフ画を描き始めるんでございますが、小林ひとみの写真集を見ながらね、こう描くんですけどもね、だんだんこうデッサンが崩れてくるんですね、描いてるうちにね。下書きなんかしませんので、だんだん崩れていくんですね。どんどん厚塗りになっていくんですよ。でそれ乾かしちゃまた描き、乾かしちゃまた描きって言っても、最初の何を描こうと思ってたのかもうわけがわからないような状態になって、それを乾燥させてまたオークションに出すんですよ。そうするとそれがまた売れるんですよね。私最初の1年半で、最初の1年半で200枚から250枚売りましてね。まあそれからしばらくまた書かない時がありまして、でトータルでまあ約3年ぐらいで、600枚、500枚から600枚売りました。1枚の平均価格はまあ5000円ぐらいですね。それでもなんとかここをしのげたわけですからね。絵じゃ飯が食えないとか言うじゃないですか。絵で飯が食えないのはいいんですけども、飯よりも大切なものっていうのがありまして、それが何かと申しますと、この屋根でございますな、屋根。絵じゃ屋根が建てられないっていうんでね、それの方が大変なんですよ。水飲んでは1週間ぐらい暮らせるんですからね。でまあ毎日描いて、もう朝起きてもこう今日も絵が描けるんだと思うと、もう嬉しくて嬉しくてしょうがないんですよね。で描いちゃオークションだし、描いちゃオークションだし、これがまた自分の絵がこうどんどん高値で釣り上がっていくわけですよ、お客さん同士でね。で私の描いた初期の絵っていうのがなんかよくわからないですけども評価が高かったんですよね。だんだん描いてるうちにうまく描こうとか、なんとか儲かる絵を描こうとか思って、だんだん筆が鈍り出すんでございますけれども、まあ初期に描いた絵、まあ天然の絵ですね。それは後でリンク貼っときますんでね、下の方にね、それ見ていただければ分かるんでございますが、メジロバタイユという名前でペンネームで書いてたんでございますけれども、まあそういうことでね、とりあえずは、まあ、どうしたら絵描きになれるかというかね、何も考えずになれればいいんですよ。もうただ実行しろっていう感じでね。それが画家になるためにはの第一歩でございます。で今日はこの辺でおさらばしておきますんでね。じゃあどうも失礼します。